ブロラの時間になりました本日のテーマ、R の部屋メンバーシップ100回放送突破ということで、今日水曜日なんですけど、毎週水曜日で、ね、ですね、僕 YouTube でやってるメンバーシップ2つあって、勤務研究所っていうところと R の部屋っていうのをね、メンバーシップでやってます。勤務研究所390円で R の部屋は990円かな。はいでこの R の部屋に関しては、 そそうそう僕も知らなかったんですけど R の部屋と、まあ、勤務研究所2つあるんですけど R の部屋のメンバーシップに入ると勤務研究所のメンバーあ勤務研究所のコンテンツも見れるというかね、まあ、参加できるっていうだから何だろうなか繋がってる感じっすね、うん、ただその勤務研究所の,のメンバーシップだと R の上の R の部屋のコンテンツは見れないみたいななんかそんな感じではい。 僕もね最初だからなんかあの僕もメンバーシップはメンバーシップ始めたの3年前ぐらいかで最初その、まあ、2つ作ったら2つとも課金しないとユーザー見れないのかなと思ってたんですよだから勤務研究所390円払ってこの R の部屋も990円払わないと両方見れないのかなと思ったんですけどなんかそうでもなくてメンバーシップっていうくくりの中でその階層が分かれていて、まあ、上位に入ると まあこれもねちょっと仕組みをよく僕もあんまり理解してないですけど多分上位プランに入ると全部のいプランも見れるみたいななんかその仕様なのかなうん、はいまあ、とりあえず今のところねまあそのメンバーシップの,あの一番最上級のね <laughs> まあもうちょっと高いのも作ろうかなと思ってます もう今回 R の部屋もね、100回突破しましたんで、今390円、990円、あともう1個、もう一個三段、松竹倍ですよね。もう1つなんかプラン作、なんかメンバーのプラン作ってもいいかなと思ってるんで、今ちょっと構想中です。だそれは大体まあ3000円ぐらいにしようかなと、3000円か4000円の、5000円以下ぐらいにして、まあ、それぐらいにしようかなと思うんですよね。うん、まあそれは何するかちょっとわかんないですけどね。うんはい。まあとりあえずね、この R の部屋っていうのは、 えっと音声コンテンツをね毎週水曜日にこう放送するんですけどもまあ正直ねこれまあサブスクでやってるんですけど昔ね僕この「ブロラ」のねコンテンツも音声だけなんですけどももう元ともと僕しゃべるのが嫌いだったし喋るのは苦手だったんですよでこの話してもね誰も信用してくれないと思うんですけど本当にそうだったんですねうんでまあなんかしゃべるのが好きですとか得意ですとかだったらまだあれじゃないですか ね、あと芸人目指してますとかだったらねその芸人しゃべる芸だったらまあしゃべらない芸もあるかな、うん、そのお笑い芸人目指してますっつって喋るの喋りませんみたいなの言ってらんないじゃないですかで僕は一人でその表に立つってなった時に昔はもうそもそもゴーストライターで裏方業やってましたんでしゃべるっていうことが一切ないっていうか必要ないんですよだって裏方ですからね裏方が喋ってたらねだってね映画を映画を作るのに プロデューサー喋る必要ないでしょ。だから映画に出る人は役者ですから。<laughs> 役者の人が喋るので、プロデューサーとか台本書く人が喋る必要ないですよね、映画の中で。そういうのないと思うんですけど。<laughs> だ基本的にまあ僕は表に出てなかったんですけど、自分で独立してこう表に出て自分でやっていくぞって決めた時に、やっぱ自分のメッセージですよね。自分がこう伝えていかないといけないし、自分でセミナーをやったりとか自分でこうやっていかないといけないってとことで、 まあ喋るっていうことを始めたんですけども、始めた当初はね、本当にね、レックボタンを押すのも嫌だったし、もうとにかく喋るの嫌だったんですよね。うん。だけど、まあ結局その今となっては嫌いだったし、苦手だったことが今ビジネスになってるわけですよ。これって不思議だなと思いますよね。で、ブログで書いたのは結構その稼げない理由ですよね。自分稼げないんですっていうところで、例えばまあブログに書いたのが、 なんだっけなあのー、まあ私はこういうタイプだからとかねわかります丸々タイプだからちょっとみたいなねいやその営業とかそういうタイプじゃないんですよとかね分かりますそのセールスとかそういうするタイプじゃないんですよ打ち切れみたいなそういうタイプだからとかねあのセンスがないからとかねうんいやそれちょっと嫌いなんでとかねな,な,な,なんかそのなんかその稼げない理由をなん,なんかのせいにするじゃないですか とかほんんどするわけなんですよで別にそれは自分を正当化して守っていく上でそれをすると楽なので、まあ、みんなそれをするっていうことなんですけどもまあそうしかないって言ったらまああれかもしれないですけど別にそれはそれでいいと思うんですよねそうしてもらえればでもそれだとぶっちゃけうまくいかないよってただそれだけの話なんで <laughs> それだと稼げないよっていうのは言いときたいですね まあその稼げない理由を何とかのもうとにかく〇〇のせいにしちゃうっていう。うーん。僕からすると嫌いでもタイプじゃなくても苦手だってとしてもある程度めちゃめちゃ反復して練習すればあのある一定はできると僕は思ってるんで僕はね。うん。もちろん個人差はありますよ。 じゃあ A さんは10回反復練習をして覚えられます。じゃあ C さんは100回反復練習して覚えられます。D さんは1000回反復練習して覚えられます。じゃあ ABCD さんは1万回反復練習したらいけます。この差はあると思います。人そぞれぞれね。だけど、あの、じゃあ1万回やればいいじゃないですか。 まあ僕動画3万本やってますけど。<laughs> まあ僕の基準はそんな感じなんですよ。要はできるまでやればいいじゃんって話なんで、それが回数とかじゃないんですよ。よくね、何回やればいいですかとか、メルマガ何通書けばいいですかとか、動画何個やればいいですかみたいな、なんかそういう質問があるんですけど、僕からすると、いや稼げるまでやる終わりなんですよ。結果が出るまでやる終わりなんですよ。ね。そこに何個とか、別に1本で結果出るのらそれでいいじゃないですか。ね。1個で、1つのメールで売れるんだったらそれでいいじゃないですか。 ただそれだけの話です。結果が出るまでやる。自分がスキルあの、そのスキルを習得できるまでやる。終わりなんですよね。で、僕は、その基準がそんな感じなんで、とにかく、ね、しかも僕は、もともとね、その、なんだ、苦手でしたから、苦手なやつが、喋るのが苦手なやつが、それで飯食ってくってなったら、まあ、結構やらないといけないなっていうのがあって。<laughs> で、まあ、場数踏んで、まあ、かなり、反復練習した結果、今はね、まあ、この、メンバーシップとして、この、音声コンテンツをやって、ね、提供したりとか、まあ、実際にですね、その、R の思考っていうね、その、まあ、結構、高額な商品な、まあ、メンバーシップの方はね、月が990円なんで、あの、安いですけども、R の思考っていうプログラムは高いんですよ。で、それ全部音声コンテンツでまとめたんですけど、まから10万円か、10万円するんですけど、 うん、全部音声コンテンツですからね <laughs>。それはね、僕の中では、その全部が音声コンテンツっていう商品ですよね。しかも10万円クラスの商品っていうのは僕の中ではもうなかったんですよ。だけどそれが作れるようになったので、うん、なんかやっててよかったなと思いますね。うん。そう。だからやっぱ反復練習大事だなと思いますね。や反復練習なくして、 うん、覚えられないかなっていう。で、今最近スラムダンクめっちゃ見てるんですけど、あの、桜木花道っていう主人公がいるんですけど、常に天才です、天才ですって自分のこと言うんですよ。だけど、シュート全然できないんですよ。で、そのシュートの練習だー言うて、あの、2万本練習したりとか、なんか1日300本、400本、常にずっとシュートの練習したりとか、ずっと反復、なんかゴリが言う、あの、キャプテンが言うんですよ。あの、ね、反復練習しかねえって言ってね。 <laughs> そんな急に覚えられるわけねえだろ、つって。反復練習しかないんだっ、つってね。ずっと反復練習やってるんですよ。そう。そう。で、最後、左手は添えるだけで決めるんですけどね。あの、三能線かインターハイの。そう、ルカーがパスして。そう。でも、それも決められたのは、もう、その、しかも、桜木花道って、その、みんなが見てないところでもめっちゃ練習してるんですよね。そう、反復練習を常にずっと。 本当ね、もう、反復練習大事ですよ。ロボットじゃないから。で、その反復練習したくないんだったら反復練習しなくても、簡単に稼げるまるっていうのを探し続ければいいと思うんですよ。多分僕じゃないので、僕じゃないです。反復練習しなくても、なんだ、簡単に○ちょこっとやってまるで稼げるっていうのを求めてるんだったら申し訳ない僕じゃないので、いろんな広告出てるし、いろんなそういうの発信してる人いるんで、そっち行ってくれた話で。 うん、僕はもう反復練習大切だよっていうのは言いたいし、ただ、ただ、そんな僕も、あの、ビジネス的にね、それだと売りづらいので <laughs>、まあビジネスの売り上げを上げるためにちょっとコピーとしてね、あの、お客さんが反応するようなコピーに寄せることもあります。ありますよ。だってダイエットしたい人に一緒にランニングしましょうっていう商品売れないじゃないですか。どうすか。ダイエットしたいっていう人に、あ 痩せますよ。じゃあ、今日も10キロランニングしましょうっていう、一緒にランニングしましょう、商品売れますかか、結構しんどいですよね。<laughs> なんで、まあ、その、売るときはそっちに寄せないといけないという部分もあるんですけこれがね、難しいんですけどね。そう。本当はね、一緒にランニングしようぜと。ちゃんと、なんかちゃんと、あの、やろうぜっていう商品で売りたいんですけどね。なかなか、 なかなかなんですよ。<laughs> なかなか難しいとこがあって。でもね、結構やっぱ僕発信してきてるので、まあそっちに寄せなくても、R の思考とかも結構、あの、ちょいちょいこう売ったりとかしてて、あの、買ってくれる人出てきたんですけど、別にその R の思考っていう商品名だし、もう思考の商品なんですよ。だからその、儲かるとかそういう感じじゃないですよね、そもそも。で、それでもやっぱ買っていただける方がこう、ちょいちょいこう増えてきたんで、 まあ嬉しいなと思いますね。まあこのメンバーシップもね、R の部屋っていう、その、まあ思考の話をずっとしてるので、まあそれでも入っていただいてる方いるので、まあこれからもできるだけまあいろいろ発信していって、そのやっぱ考え方超大事なんで、僕の考え方を学びたいっていう人をやっぱ集客できる。で、そういう人になんかそあの商品売,売っていきたいですよね。うん。それはまあ僕の企業努力なんで頑張ります。うん。まあマインド超大事ですからね、本当にね。 マジでマインドマジで大事ですしそうだからこの反復練習をするためのマインドセットですよねそういうのも大事だしどういう考え方をベースに持ってその練習するのかっていう話ですよねうんまあ僕がそのずっとね YouTube も3番もものとかそういうのやってこれた理由は、まあ、単純ですよねさっき言った通り自分でこう打っていく自分でこう発信していく自分で伝えていくだったら喋れるようになった方が絶対いいじゃないですか 喋れないより喋れた方がいいですよね。<laughs> うん。で、あとはね、やっぱね、孫正義さんとかもスピーチ上手いし、で、結局それでお金引っ張ってきてるし、ね、まあ、まあ、ちょっと古いかもしれないですけど、立花さんとかもトーク上手いじゃないですか。立花さんもね、NHK をぶっ壊すみたいな感じでいろんな喋ってきて、トーク上手いじゃないですか。だから、あの、票を集めて議員にもなられましたけど、だからもう伝えるって、 手段がトークかコピーしか、ライティングかトークしかないので、どっちかやるしかないですよ。で、コピーはやって、ライティングはまあまあやってきたんで、僕はトークやろうってことでトークを始めたんですけど。伝える手段ってもうこの大きく分けて2つしかないですからね。喋って伝えるか書いて伝えるかしかないじゃないですか。<laughs> モールス信号で伝えた、伝えます手話で伝えますうん。って話ですね。 ということで、まあ、興味ある方はね、この R の部屋、メンバーに入ると、もう100回分コンテンツすぐ聞けますので、まあ、面白くないなと思ったらね、1ヶ月で大会していただいてもね、もう自由に大会できますから、自由に。うん。そう。だから今入ると100回分すぐ聞けるって感じですかね。うん。はい。で、大会も自由にできます。まあ、それはすみません、YouTube のシステム、 で、やってる、やってるとか、YouTube のシステムなんで、僕が管理はしてないので、あの、大会の仕方とかはわかんない場合は、YouTube スペースメンバーシップ、スペース大会とかで調べていただければ出てくると思うんで。はい。な感じですかね。はい。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。